終電待つしかないか。でも二人きりになれる時間はめったにないね。はい、どうも、テケテケです。はい、とつで、今回メンテ明けで新しくガチャに並んだ MR アバター経過、はい、見ていきたいと思いますが、まあ、なんか解説読んでたらやっぱり電車逃しちゃって、今終電待ち状態なんですが、もうさっきから後ろに電車がめちゃくちゃ走ってるんですよね。すごい頻度で。うわ、ちょっと。って、なんだ、急行だったの。もう全部止まらないで通過してってるんで、はい、これ全部急行ですね。怖この駅、もう電車が狂乱状態で走り抜けるめちゃくちゃ怖い路線ですが、もう前の電車は少しでもブレーキ踏もうもんなら後ろの電車がすぐに突っ込んでくるぐらいの車両感覚しかないですが、いやにしても猫ちゃんたち可愛い。ちょっとおい、こんな風に遊ぶんじゃない、やめてよ。こいつ、ここぞとばかりに。あ、やっぱおっさんだなこいつ。中身、この上に乗ってる猫ちゃんの方もこんな風に遊ぶんじゃない、ほら最後やめてよ。右足をさりげなく使うっていうね、猫おじさん2体現行犯逮捕です。で、あれですね、缶がね2個あって、説明文にもデートって書いてあったんで、これ師匠ちゃんとデートしてるんですよね。まあケイカちゃんに猫がいっぱい寄ってきたから、今写真でも撮ろうとしてるのかなっていうね、そんな微笑ましいシーンですが、でまたしても重課金者以上を困らせる微妙な奥義販売戦略。いや、これ重課金以上のプレイヤーこれがあるんでね、奥義解放目当てで絆集めに行かなきゃいけないんですが、今まで全く奥義に絡んでこなかったこういう候補数みたいなキャラクターなんかも奥義に新たに絡んできて、ケイカだけでなく候補数まで取りに行かなきゃいけないと、ああいう感じでだいぶ重廃課金者の中でもさらに課金ができるかどうかが試されており、古いわけがえぐいですが、せめてスキルは強いのか見に行きましょう。はい、スキル1は最大攻撃力が高い敵1名に 1400% の攻撃と、さらに筋力値かける12倍の防御虫攻撃を仕掛けていくということで、はい、予想通り防御虫攻撃絡めてきましたね。はい、MR 暴かして、まずは筋力値ベース防御虫攻撃が乗っかるようになったということで、まあもうただ最近の MR 環境だとここら辺はもう普通のラインですね。筋力値ベース防御虫攻撃が乗っかってくるのは。で、まあ、さらにこのキャラクター敵に筋力値で勝っていればダメージが倍加するということで、まあこのスキル1に関しては 2800% の筋力値かける24倍の防御虫攻撃ができると。はい、で筋力値に関してはパッシブの3でレベルかける360上がるのと、はい、専属武器でレベルかける240上がるってことで合計600上がるんで、はい、もうこの経過の特徴はなんといってもこの筋力値のパッシブの高さで、まあ虹の頃の経過460でしたが、はい、それ以下今の MR 環境でも最大で360と、まあ、倍近く突き放すような筋力パッシブを持っているっていうところが、まあ、一つセールスポイントになっており、まあ、それを生かして筋力値マウントを取ってダメージ倍化を作っていく作戦なんでしょうが、まあ、倍率がねこれ倍化しても24倍しかいかないので、このキャラクタースキル2でも筋力値ベース防御虫攻撃やるので、後でスキル2まで見た後にグラフで他のステータスベース防御虫攻撃キャラクターとの詳細比較やっていきますが、まあ24倍だと後で比較するまでもなく倍率としては最近の中ではめちゃくちゃ低いですね。 MR 基準じゃなくて二次基準の倍率になっちゃいますね。まあ筋力値レベルかける600の部分も将来的には筋力系奥義の解放だったり、まあ専属武器なんかのパラメータで筋力値っていうのは上げられるので、結構このパッシブから得られる筋力値の部分っていうのは全体の中で薄まっていってしまうんですね。なんで、まあ、筋力値めちゃくちゃ高いんですが、筋力値勝負で勝ちやすいっていうところ以外は、まあ、実際の防御虫攻撃なんかにおいてもそこまでめちゃくちゃ大きなアドバンテージにはならないかなと、まあ、なるとしたら序盤中盤ぐらいまでといった感じですかね。まあ、倍率が高ければよかったんですが低いんで、はい、でさらに毎回攻撃前 100% の確率で4ターン敵を罪悪撃砕状態にして物理防御砲術防御を 80% ダウンさせ、会心時のダメージが 20% 増加すると、クリティカルダメージを出した時のダメージがさらに 20% 増加するということで、二次時代に付与できた撃砕が罪悪撃砕になって帰ってきました。はい、でさらに 100% の確率で敵の全バフ解除と、はい、整合状態を1枚解除するということで、はい、昨日の更新情報の予想通り整合バフに関しては1枚しか剥がしてくれませんね。でまあその後敵の HP パーセンテージが 50% より高い場合にはもう1枚整合状態を解除することができるということで、まあ、最大では2枚まで整合バフを剥がすことができるというような形で、敵の HP が 50% より低い場合には整合バフ解除1枚追加の代わりに敵の状態性を 100% ダウンさせると、はいような感じで、まあここが生後バフ全解除だったらハンニバルなんかにもめちゃくちゃ刺さる超優秀なスキル1の立ち回りができるキャラクターだったんですが、1枚ないし2枚っていうのは、まあ、かなり物足りないですね。まあ、上位の方の戦いになればなるほど生後バフっていうのは積みたい放題積めてしまうので、 1,2 枚だとハンニバルを弱体化させるにはちょっと不十分ですね。はい、活躍場所としては対人戦の上位軍の戦いではなく、まあ闘技場100位前後狙ってるような短期特化陣
陣営相手であれば今のところバフなんかはコキビダッキ超高名とか劉備で短期特化してる主力にガンガン積んでいくんで、まあ、それを全剥がしした後、まあ、その主力が自分で自身に付帯する聖護バフですね、まあ、最近だと利口だったら聖護残影をつけたり、まあ、エビスさんだったら聖護踏破みたいな感じで自分につけていきますが、そういったやつを 1,2 枚剥がしに行くっていうぐらいで闘技場の上の方に行かなければこの性能でも短期特化陣営なんかにドササリするような挙動になりますが、まあ、長い目で見ると聖護バフ剥がし量が足りないかなっていうような感じですね。はい、ちなみにこんな感じで経過のスキル1に関しては今お相手さんの上から2番目の主走を狙いに行くんですが、はい、攻撃をミスってしまったとしても今付帯している援護に関しては剥がすことができ、なおかつミスっても罪悪撃砕の付与に成功しました。はい、さらにお相手のエビッちゃん相手に経過がスキル1打っていくんですが、はい、2枚ついてる聖護踏破と聖護指令に関してはしっかり HP50% 以上の相手だった場合には、はい、ミスっても一気に全部剥がして罪悪撃砕の付与というような形でクリティカルが発生した場合に聖護バフを剥がすっていう形ではなく攻撃前に剥がすのでしっかりミスっても剥がしきることができると。はい、でまあ源の広政ちゃんの時にありましたが、あのキャラクタークリティカル時に聖護バフを剥がすのでエビちゃんの聖護踏破なんかをクリティカル出しながら剥がした場合にクリティカル発生時に剥がすってことで剥がすタイミングがちょっと遅いせいで聖護踏破の機能のうちの状態異常耐性 120% アップの機能が残ってしまっており、その後の罪悪撃砕をヒロマサちゃんはエビッちゃんにつけられなかったっていうような映像が過去にあったと思いますが、このキャラクターはしっかり攻撃前に聖護バフ全部剥がすのでエビッちゃんの踏破による状態上耐性もしっかり消えた後に罪悪撃砕狙いに行くので、エビッちゃんの HP が 50% より低くなって状態上耐性 100% ダウンを絡めなくても普通に剥がした後罪悪撃砕をつけに行くことができるという感じで、ミスっても剥がせるししっかり剥がしたタイミングでその聖護バフの効果も完全に消えてるしということで、まあ、この部分に関してだけは源の広政ちゃんより1枚上手になりますね。はい、でさらにこのスキル1では敵を撃破した場合に3ターンの間は狂乱状態になり、経過が狂乱状態になった場合にはその後の攻撃が必ず命中し、攻撃も全て必ずクリティカルになると。はい、でさらに全てのデバフだったり罪悪状態なんかを完全にカットする体制がつくということで、まあ狂乱っていう白バフはめちゃくちゃ優秀な特殊状態になるんですが、この狂乱化するための条件が敵を撃破した場合ということで、残念ながら MR 暴化してもこの撃破条件ですね残ったまんまですね。でしかもスキル1は相変わらず1回攻撃しかできないので、まあ復活キャラクターだとか致死ダメージ無視キャラクター、 HP 減少時に自動で HP 回復する妖精みたいなキャラクター等々、最近では当然のように強キャラにはこういったリカバリー機能がついているので、なかなか一発だけの効果力で最大攻撃力が高い敵の主力を沈めて狂乱化するっていうのが難易度が高いんですよね今は。いやここはせめて撃破できなかった場合もう1回スキル1を発動とか、まあそういった機能がついてればまた話は違ったんですが、ちょっと残念ですねここも。まあ筋力値ベース防御無視攻撃も現 MR 環境だと神髄共鳴スキルでダメージカットされてしまうしということで、まあ一応このキャラクターはただそこには抗う手段があって罪悪撃砕をつけることで敵の物理防御力を下げることができるので、はい、筋力値ベース防御無視攻撃をカットするときに自身の物理防御力を使って割合でカットするキャラクター、結構アーグスだとか、まあ、カエサルだとか源の広政ちゃんだとか、ここら辺のキャラクターは物理防御が高くないと筋力値ベース防御無視攻撃のカット性能が著しく落ちてしまうので、罪悪撃砕をつけることで物理防御を下げるっていうのは、まあ、ここら辺のキャラクターにはダメージを通しやすいという形には一応なってますね。なんでまあ味方のおかげですでに聖護援護状態のアーグスに対して復活してすぐのアーグスだったら HP が 50% より低いので、その聖護援護を1枚剥がしながら状態上耐性も 100% ダウンさせた上で罪悪撃砕をつけて筋力値ベース防御無視攻撃で殴っていくというような形で落とせるかどうかっていうところですが、かなりタイミングゲー的に難しいので、普通に弓章とかの敏捷ベース防御無視連撃のキャラクターが最近流行ってるし、まあ、今後も知力値ベース防御無視攻撃のキャラクター等々を含めアウグスなんかにも簡単にダメージ通せるキャラクターたくさん出てくると思うので、まあ、無理してこのキャラクターでその役割を押し付ける必要もないかなっていうような感じですかね。はい、ここも要望があれば明日以降奥義なんかをあまり解放していない現実的な育成度合いの差場で、まあ、現実的な育成具合だとどうしても耐久力の育成が中途半端になってしまうアウグスなんかに実際にどのぐらいのダメージが出せるのかみたいなところをコメントが多ければ動画にしていきたいと思いますが、動画にしていきたいと思いますので、興味がある方はコメントでお伝えください。はい、そしてスキル2ですね。スキル2の方は HP パーセンテージが低い敵に 800% の4回攻撃、はい、合計 3200% のダメージで、さらに筋力値 ×8 倍の防御無視攻撃も4回攻撃ということで筋力 ×32 倍分のダメージが出せると。でもしスキル1で狂乱化できていれば 6080% の筋力 ×60.8 倍の防御無視攻撃ができるという形で、まあ、それでも防御無視の威力としてはまだ最近のインフレに比べたらちょっと物足りない感じですが、このキャラクターこの
前のリコーみたいにスキル2で敵を撃破するたびに次回攻撃のダメージが倍化していくということで、まあ、4回攻撃なんで初撃で倒せば次回が2倍、その攻撃でまた倒せば4倍、さらに倒せば8倍と、はい、最大8倍までこの火力が上がるということで、はい、まあ、試しにこの筋力値かける8倍の防御虫攻撃に敵をうまく撃破してダメージ倍化が乗っかっていった場合のダメージの伸び方のパターンとしてはこんな感じですね、はい、まず1が一体も敵を撃破できなかった場合には筋力値8倍の攻撃を4回行っていくだけなので筋力値かける32倍の防御虫ダメージで終わってしまうと。で2が3発目で敵を撃破できた場合には4発目別の敵に対して倍化した筋力値ベース防御虫攻撃ダメージを打てるので88816というような形で、まあ、合計40倍というような感じで、まあ、もし7のように初撃から毎回敵を撃破することができれば筋力値かける8倍16倍32倍64倍という感じで合計で120倍の筋力値ベース防御虫ダメージが飛ばせるということで、はい、今数字で赤く塗ってる部分がその中で敵短期に対して与えられる最大ダメージ倍率なんですが、このキャラクター最大では6番と7番の筋力値かける64倍っていうのが、まあ、このダメージ倍化を利用した筋力値ベース防御虫攻撃の短期に対して当てられる防御虫倍率の大きさになりますね。ここに狂乱化なんかしていればクリティカルが乗っかっていくと、はい、そんな感じで倍化していった火力にクリティカル倍率まで乗った場合に筋力値ベース防御虫攻撃のダメージ倍率が100倍を超えていく形になるんですが、このグラフがステータスベース防御虫攻撃をすることができるキャラクターのそのステータスベース防御虫倍率を縦軸に取ったグラフになっており、赤い山が全てのコンボがうまく噛み合った場合のロマン砲火力、黄色い山が平常運転の範囲内である程度コンボが決まった場合の火力、緑色の山が平常運転の範囲内であまりコンボが噛み合わなかった場合の火力で、最後青い山が全てのコンボがうまく噛み合わなかった場合の火力というような感じでランキング付けしているんですが、まず赤い山でソートし直した場合の今回の経過のステータスベース防御虫攻撃の位置付けとしては、はい、スキル2の方が第11位で、スキル1の方はだいぶ下の方に下がって、はい、この位置ですね。まあ罪悪撃砕不要とバフ生後バフ剥がしの機能にパラメータを振ってる分火力は低くなってしまっていると、はい、ことで、まあこのキャラクターの実際の敵の撃破はスキル2にそのウェイトが大きくのしかかっているというような感じですが、まあ同じスキル1で敵に撃砕を付与することができるキャラクター、イーナオトラっていうキャラクターだったり、アザイナガマサ、あとは源のヒロマサちゃん、はい、そして、まあ、スキル2で撃砕つけながら殴れるエビッちゃん等々、罪悪撃砕をつけれてスキル2でステータスベース防御虫攻撃で警戒以上に効果力が出せるキャラクター、まあ、かなりたくさんいるんですね。しかも結果の場合この赤色の山出すのに初撃から敵の撃破に成功し続けなきゃいけないので、間に復活キャラクターや致死ダメージ無視のキャラクターなんかが挟まれるだけでそのコンボが終わってしまうので、だいぶ難易度が高いんですね。なんでスキル2のパフォーマンスとしては、まあ、だいぶ上位互換になるようなキャラクターが他に存在しているなっていうような印象を受けました。はい、黄色い山で相当し直してみるとこの位置、ここでエビッちゃんだったりイーナオトラやアザイナガマサなんかのスキル2は抜いていきますね。ヒロマサちゃんが相変わらず強いですね。ただ経過もこの平常運転の範囲内っていう意味では割といいパフォーマンスなんで、ここは評価したいところですね。はい、で緑色の山で相当し直してみると名前が消えて、はい、経過のスキル2この位置、スキル1ともどもだいぶ下まで落ちちゃいますね。はい、青い山でソートし直してみるとこの位置という感じで、まあ経過の場合はスキル2全然敵を撃破できなかった場合の威力がかなり低くなってしまうという大きな扱いづらさがありますね。はい、ということで、まあ敵短期に対して出せるダメージに関してはステータスベース防御虫攻撃のインフレの波に飲まれてしまう形になりましたが、敵短期ではなく範囲に対してはどうか見ていきますか。はい、ということで敵範囲に対する筋力値ベース防御虫攻撃っていう風に見ていくと、はい、経過の場合スキル2が敵を撃破していくことに火力アップしていくので、もしうまく敵を毎回撃破できた場合には4発攻撃し終わる頃には敵陣にだいぶ大きな被害を与えることができるということで、まあ、経過と似た挙動のスキル2を使うリコなんかと比較してみると、まあ、大体同じぐらいですが、クリティカルなんかを混ぜていった場合に経過の方がやや上になると、まあ、さらに罪悪撃砕なんかでクリティカル時のダメージ倍率が 1.2 倍伸びたりすればリコを突き放していく形になるということで、まあ、若干ですがリコに勝ってる形、まあ、ほとんど同じなんで、まあ、ここは普通に敏捷地ベース防御虫攻撃のリコの方が環境では殺傷力高いと言わざるを得ませんが、位置付けとしてはなかなかトップのこの 3体には2段ぐらい差がありますが、悪くない位置付けになってますね。黄色い山で相当し直してみると第1位と、ここが経過の大きな特徴になっており、まあこの前のリコもそうですが、闘技場なんかで100位前後で主力以外あんまり育てていないような陣営相手であれば、弱い子なんかを巻き込んで意外と簡単にこの平常運転の範囲内で毎回敵を撃破してダメージ倍っていう風になっていって、最後の効果力を敵の主力に打ち込むみたいなケースも作っていけるので、4
4発中3体敵を撃破しなくても2体撃破して、まあ、対人戦なんかでは闘技場なんかの位置としてはあんまり上の方に行かなければ弱い子なんかを利用してうまいことを効果力出していくことができて、その際に敵陣範囲に対するダメージとしては、まあ、かなり甚大なものになるということで、まあ、ここが利口と警官の強みになりますね。はい、ただ皇室や闘技場トップ争いになってくると弱い子自体がそもそもいなくなってくるので、まあ、それこそ利口の敏捷地ベース防御無視攻撃でないと撃破の連続がうまくいかず、こっちの下の方に触れてしまう可能性の方が高くなり、はい、緑色の山で相当し直してみると、はい、下の方ですね、ここまで下がってしまうので、はい、まあ、特に闘技場皇室上位のランカーさんにはおすすめ度があまり高くないキャラクターですね。はい、逆に闘技場100位争いぐらいだとそこら辺のプレイヤーの多くが短期特化の戦略を取っていることが多いので、その短期特化している主力に対してバフ全剥がしができたり、成功バフ2枚剥がせたり、罪悪撃砕つけられたりと、はい、だいぶ弱らせることができるので、闘技場100位前後の戦いであればめちゃくちゃ刺さるキャラクターではありますね。はい、で全ての攻撃が終わった後総ダメージ 30% HP 回復ということで、まあ、リコーと同じく HP 回復のタイミングが全ての攻撃が終わった後最後になるので、このスキル2のタイミングで結構反射なんかでやられてしまうケースがリコー同様多く見られることが想定できます。はい、パッシブスキル見ていきましょう。 HP パーセンテージ、攻撃パーセンテージは平凡な値で、はい、このキャラクターなんといっても筋力値がレベル ×600 あるということで、まあ、これ先ほど見ましたがダントツナンバーワンと、でさらに体力もレベル ×300 あるということで、はい、この値は上から見ていって、この位置下見ていくとこんな感じということで、かなりたくさんいることがわかると思います。まあ、MR 基準ですね。はい、でさらに今回経過この防御貫通系が大きく伸びて、はい、MR 暴化したことで新たに物理防御貫通の値がレベル依存で上がる優秀なタイプのものが追加されたということで、ここの貫通が高いんで、まあ、筋力値ベース防御無視攻撃打っていくんですが、まあ、撃砕でまず敵の物理防御力を落とせて、物理防御力を使った神髄共鳴スキル持ちキャラクターを耐久力ダウンさせることができるのと、防御貫通も高いので物理防御だけでなく防御力を使って筋力値ベース防御無視攻撃のダメージを割合でカットするキャラクターっていうのが、まあ、要戦だったり浅井長政、ロキシーや神泉、かぐや姫なんてキャラクターがいますが、こういったキャラクターの防御力の部分を防御貫通で下げに行くことができるので、結構この経過に関してはこの貫通系が得意になってるんですね。まあとは言っても敏捷地ベース防御無視攻撃や知力地ベース防御無視攻撃にはダメージとしては及ばないと思いますが、武将の中ではだいぶ闘志に行くのは得意なキャラクターになってます。はい、で HP 吸収 14%、 はい、この値は上から見ていってだいぶ下の方ですね。はい、この位置でさらに下見ていくとこんな感じというところで、あ、 HP 吸収は敵を撃破してしまった場合には発動しないので、まあ、この経過っていうキャラクタースキル1スキル2両方とも敵を撃破することがパフォーマンスアップの条件になってるので、まあ、その条件とあんまり相性が良くないパッシブになっちゃってるんですよね。まあ、撃破に失敗した時イコールあまりダメージをぶつけられなかった時なんで、反射ダメージもそこまで受けてない可能性があり、敵を撃破してしまうような効果力のダメージが出た時ほど HP 吸収したいんですが、そことあまり噛み合っていないと。はい、この分がダメージ反射耐性なんかに行ってくれればなかなか良かったんですが、ちょっと残念な部分ですね。はい、そしてダメージ反射 36% ということで、はい、この値も上からざっと見ていって、この位置下見ていくとこんな感じというところで、虹の時代には30だったんですが、今回 MR アバカで 36% と、まあ、上昇幅としてはたったの 6% ということで、ここももうちょっと思い切ってくれてもよかったんじゃないかなっていうような印象がありますね。 50% とか言ってくれればまた印象違ったんですが、まあ、ただ 36% っていう値もまあまあ高いことは高いので、これもまた廃課金ではなくて、あまり奥義なんかを解放していない現実的なサーバー同士の戦いではダメージ反射耐性の奥義なんかも基本解放できていないので、十分痛い反射になるので、まあ、悪くはないんですが 50% ぐらい欲しかったですね。まあ、この反射を生かして相手の火力の高い主力の攻撃なんかを受けた時に反射ダメージなんかを残しておけば、経過の攻撃のターンに撃破成功しやすくなるという感じで、自身の持ってるスキルとパッシブダメージ反射っていうパッシブの流れはかなり綺麗ではあるなと思うので、だからこそ 50% ぐらい行って欲しかったですね。まあ、もし 50% とか反射があれば相手の主力ほど深めに HP 削れて撃破成功しやすかったんですが、そして経過の神髄共鳴スキルは敏捷地ベース防御無視攻撃のカットと攻撃力ベース防御無視攻撃のカットということで、それぞれ筋力の2倍と筋力の 2.5 倍というような感じで、まあ、どちらも固定値でのカットということで、まあ、ここの神髄共鳴に関しても、まあ、MR アバターのよくある基準になってしまってますね。まあ、一応他の武将よりは筋力値自体がレベル ×600 あって高いので、まあ、ここの見た目よりはもう少し下のキャラクターたちと比べたら硬くはなっていますが、まあ、それでも数千万一発で飛んでくるような攻撃力ベース防御無視攻撃をこの値でさばききるのは難しいですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、今回の経過に関しては UR アバター戦の頃とそこまで劇的に大きな変化がなかったっていうところで、まあ、順当進化といえば順当進化なんですが、まあ、運営さんにはもう一声このね経過の MR アバカずっと待ちわびてたファンのプレイヤーもいるのでサプライズが欲しかったとこですね。まあ、ただ闘技場なんかの100位前後の争いみたいなある一定の戦いの環境下においては主力として扱った場合に活躍してくれる可能性はあるし、まあ、あと準主力なんかで使う分にはスキル1から敵のバフを全解除できるっていうところが、まあ、虹の時代から持ってたスキルではありますが、
が、短期特化している視力に対して暴走、祝福、蓄力、鼓舞なんかを一気に剥がすことができるだけで、まあ、こちらの視力なんかを守ることにもつながるし、相手の視力をこちらの視力で落とすことにつながるというような、でしかも罪悪撃砕をつけることができるので、まあ、サポートキャラ寄りの扱いっていう意味では闘技場の順位帯によってはだいぶ面白いパフォーマンスができるキャラクターになっているので、はい、またこの後後編の動画でそこら辺も含めた戦役ボス対人戦白戦含めたこの経過の総合評価やっていきますので、はい、後編の動画までしばらく時間がありますので、このキャラクターについて追加で調査してほしいことだったり、わからないことがあればコメント欄に書いていただければ、時間が間に合えば後編の動画でその回答をしていきたいと思いますので、はい、コメントの方どしどしよろしくお願いいたします。はい、ということで、とりあえずグッドボタンだけ押していただければ、それを横目にテンション上げて後編動画作っていきたいと思いますので、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、それでは。